そういうことを何度も繰り返しているうちに勝機を逃してはいけない、はい、もっと早く進めなければというふうにやはり相撲をどんどん変えていったそうですね。いやもういいことじゃないですか、はい、ですから今日の相撲をこういうふうに止まっているけれども、あの勝機は最下位だったなというふうに言われると、なるほどな、そういうことを繰り返して